日枝神社は、東京都千代田区長田町二丁目にある神社。江戸三大祭りの一つ、三能祭が行われる。旧社格は、純直祭者、官兵大社。大山杭神を主祭神とし、愛殿に、国の徳たちの神、伊沢波の神、唐品勝彦村を祭る。創建の年代は不詳である。文明十年。 大田道館が江戸城追記にあたり、川越の無料十字の鎮守である、川越ひ枝神社を勘定したのに始まるという。徳川家康が江戸に違法された時、木内の紅葉山に遷座し、江戸城の鎮守とした。慶長9年からの徳川秀忠による、江戸城改築の際、社地を江戸城外の麹町早武佐町に遷座し、庶民が参拝できるようになった。 社地は家康により五国、玄那三年に、秀忠により百国、そして、寛永十二年に、徳川家光からの寄付を加えて六百国となった。明暦三年、明暦の大化により、社殿を消失したため、万治二年、将軍家綱が、赤坂の松平忠房の定地を社地に当て、現在地に遷座した。この地は、江戸城から見て、浦木門に位置する。 明治元年11月の東京テントの際に、順直くさに指定された。その後明治3年に、神技館直下から、東京府管轄に移され、明治5年の韓国兵舎の選定時にも漏れ、そのまま、東京府の府社となった。1881年に、氷川神社宮司で、日枝神社の士官を兼ねていた、平山制裁が、 登場鎮護の神社が不舎であっていいはずがないので、官兵大社にしてほしいと願い出た。この時は、官兵大社にならなかったが、東京府内務省の賛成を得て1882年1月9日に、官兵中社になった。大正元年には、官兵大社に昇格した。 昭和20年の東京大空襲で社殿が消失し、昭和33年に再建された、ウラサンドオ鳥トリー。ありがとうございます。